えっとではいきますね。えー、次はですね、えー、フラッシュ、水に流せば、ユーカリオというですね、えーっとまあ、原宿って言えばいいのかな、あれ。えー、っと、ですかね。うん、まああののでの展示ですね、えー。についてですね、話したいと思います。はい、えー、ではね、えー、まあちょっとね、ウェブサイトから見ていきましょうか。はい、はい、ウェブサイトから見ていきます。 えーとですね、こちら、ユーカリオのウェブサイトですね。はいえー、とあーもう天井終わったのか、えー、2月19日から3月14日までやっておりましたということになりますね。あこれ大丈夫だよな。大丈夫だよね。はいえーとはい、ちょっと待ってください。えーはいえー、ユーカリオですね。はい ででえー、っとですね作家はですね、これ、ここ、今、書いてあるんですけど、ここですね。あ、で、あ、これ,これね、黒坂君ね、ちょっとね、体調不良だったみたいで、えー、っとね、ちょっとね、えー、っと、出てないんですけど、ここからですね、千葉大二郎君、えーえー、藤倉麻子さん、えー、三岡浩一さん、それから、えー、っと、えー、渡辺しおりさんですね。で、えー、フレッシュっていうね、あの今、とうっていう、TOH とという、えー、スペースを運営している、 えー、まあまあちょっと前までねフレッシュっていうね、えー、場所をユーカリオの近くで運営してたんですけど吉田くんですね吉田山っていう吉田山っていうんですけどまあ吉田くんっていうんですけどね彼ね <laughs>、えー、の、えー、企画です、ね、へえ吉田くんって富山県生まれなんですね、うん、はいはいでまあ吉田くんの今の塔のスペースはえっ、ー、とここでも紹介しました山内翔太くんの第二のテクスチャーっていう え展示だったんですね。はいはいはい。で、えっ、ー、とまあ、今回はまあ水をテーマにした展示ですね。はい。で、えっ、ー、とちょっとあるから。よいしょ。会場でですね、このね、水を買うことができるんですね、この水。ね。フラッシュって書いてる。なんか、すごいおしゃれですよ、これね。うん。 えっとね、新井戸水というもの、これ、深井戸って書くんだけどね、原料。井戸水なんだね。えー、っと、熊本で作られてますね。うん、丸富士、あ、か丸富産業ですね。はい。まあ、こういうのが、まあ、購入できるんですね、これね。はい。えー、まあ、こういうのを水に飲んだ、そこで、その場で飲んでくださいっていうような先の、まあ、僕はちょっと持って帰るっていうのを選択したんですけど。 まあ、あの老子の言葉なんかにですね、えー、っとねかん、絡めながらやってるのね、でもちろんですね、これあの3月、もちろんこれあの日、あの日程見ていただければ分かると思いますけど、2011年3月11日ですね、えー、の、から10年ですから、えー、その関係というのももちろんあると、えー、いうことですよね。で、水に流すっていうことについて、だからこれ、結構危険なキュレーションなんですよ、実はね。えー、なんだけど、まあまあ、あのそのこと、水っていうことね。 について、いろいろ考えてますよっていうようなことが書いてあるんだが、うんと、まあまあちょっとね、とりあえずね、作品、作品を見ますか。ね、作品見ちゃいましょう。いきましょう。えー、まずですね、はいはい、えー、これ一番外ですね、えー、外にですね、えー、っとですね、こうなんかあのテープみたいな貼ってあるんですね。で、これ何かっていうとですね、えー、これが、 光、ね、岡浩一さんの作品なんですけどねあのねえー、っとあの春の小川っていう歌ありますね春の小川はさらさら行くよってやつねあれあれを元にしていてでえー、っとその元になったですね川っていうのが実はですねもう見ることできないんですねなぜかというと渋谷のですねこれちょっとごめんなさいえー、っと何て読むのかわからないんですけど三水の川ですねに骨 って過骨川っていうのかなえーね。えー、という、えー、川があったらしいんですね。ところがこれですね、暗渠化されてるんですね。暗渠になってるんですね。で、1964年らしいんですけどね。えー、これは面白いですね。あのね、渋谷という場所自体の地場っていうのは、まあしあそこ渋谷じゃないんだけどね、有ーカは。あの、あそこからこうダーッと下りますよね、あの渋谷って。 ものすすごい下るんですよねあだからあのそういえばあのそうじゃないですかあの銀座線がこう <laughs> 突き抜けるでしょ銀座,線が銀座線って地下鉄のくせにあの2階か3階かなんかにあったじゃない昔今もう違うけどあれすごい良かったんだけどね上走ってるのねだからこういうふうにこうあ,のあそこ谷だからこう地下走ってても地下あの銀座線がズボーンっ出てくるのよね <laughs> でまたあのあの地面にこう入っていくのよね あれすごい面白い。あれすっごい東京らしくてよかったんだけどあれやっぱ残すべきだと思うけどな。まあまあしょうがないですね。まあ,あ,のあのいろいろビジネスの,あのビルが建てちゃったからしょうがないですけどね。うん。だからその渋谷っていうもの自体の磁場っていうものを問題にしてるわけですね。で、例えばそのまあえっ、ー、と最近も再開発があって渋谷川ってね あのコンクリートでこう固められちゃった川だけど、どあれも実は下にこう川がもう一歩走ってるんですよね。だから実はあれ暗渠で上だけ見た目だけちょっと川っぽくしてるんですよね。でビルとビルの間ブワっとこうあるでしょ。でね、あの新エヴァンゲリオンが今ねちょうど公開されてますけど、安の秀明があのあれですよ。えっとラブ＆ポップっていうね。 あの村上龍の小説を映画化したことがあるんですけどそれの一番最後ね仲間由紀恵なんかが主演しあの出てるんだけど仲間由紀恵とかね4人のこう高校生が主人公なんですけどねでその4人がね,あのね渋谷川をねただ歩くっていうね歩くだけなのブワーって歩くだけなそれがね最後のねあのエンドロールなのねこれめちゃくちゃかっこいいからぜ、まあ、あのよ,よかったらぜひ見てくださいあのアマプラとかで見れますよ今ねはい。 まあまあそれはいいかでもとにかくその渋谷っていう磁場渋谷の磁場ですね、えー、について、えー、もうまあ水がかかってるんだよっていうことですねはいでまあ水岡さんについてはそういうことですねはいこれだからさかなこれがさらさらって書いてますねこれね、うんはい、えー、っと ああそうそうそうであの三岡さんってなんかあの面白いこと言ってて多摩アートセンターとかって言ってなんかね多摩にねなんか彼が言うにはえー、っとあだから多摩川の近くですねに彼が言うにはよそのえっとねホームレスの高級住宅地みたいなんがあるんだって言ってた。であのすごいいい家が建ってるみたいね。 で、そこが、ところが、なんか再開発でなくなるんだということで、そこをツアーしてるんだっていうようなことを言ってましたね。だから彼、その辺にちょっと詳しいんだと思いますけどね。そういうこともされてる方らしいです。あの、すごいね、なんかもう、あの、優しい感じのね、人なんですけどね。はい。で、一番上の階でですね、あ、そうそうそう。この URL にね、行くとね、えっとね、いろんなデータが見れます。で、えっと、それちょっと見ましょうか。はい。えー、こういうね、ファイルがありましたね。えっとね、Google のドライブに行けるんですね。 えっと、まぁ、あ、ちょっとさっきの見たい人はちょっとあの見て URL 打ってみてください。えー、っと、あ、ごめんなさい。でね、僕ね、URL そういえば貼ったわ。このね、下のところに貼った。あの、米マークのところで、アーティストステートメントみたいなんで貼ったんで、えっ、ー、と、よかったら見てください。あー、スーパーフラットの図録の載ってたかもしれないですね。あ、ね、ラブポップね。はいはい。あー、今あるけどな。まぁ、あ、見なくてもいいか。 えー、ということですね。で、こうやって、あのステートメントが載ってるんですね。で、ちょっとこれ、僕、ステートメントあの参考にしながら、また後から話しますね。はい。えー、これ、まあ、だからこうやってやると PDF が見れるってことですね。こうか。ちょっと見るうん。こういう感じで。はい。ね。はい。で、ちょっと戻りますね。えー、っと、こっちか。あ、これ、これあれあ、これか。はい。ね。えー、っ でねこれね一番上でね、こうカニを食べるっていうね、このサワガニをね、食べたりとかね。まあまあ、そんなことをやってましたね。僕、最終日に行ったんですけどね。はい。ええ、ね。で、まあ、これ一番上の階でこんな感じでした。これが吉田君ですね。吉田山。ね。まあ、なんか可愛い感じのやつなんですよね。はい。こういう感じ。これいつも可愛い,い。なんかおしゃれな格好してるんですいつも。服もファッションも好きみたいですね。もともと目のアシスタントとかやってたみたいだけどね。 あでこれ発水鏡っていうのは、これも僕紹介しました。あの千葉大二郎君っていうね、えー、作家で紹介しましたので、まああの検索していただければいいかなと思います。あともう後からもうちょっとしゃべりますね。はい。えー、まあカニが置いてあったりして、これ生きてるんですけどね。はい、えー、とこれをみんなで食べたりしてましたね。僕ね、ちょっと軽くカニアレルギーがあってね。 食のアレルギーって僕,僕すっごいアレルギー体質なんだけど食のアレルギーだけはな,くないんだけどカニだけはちょっとダメなのよね,ねだからもうカニ食べないようにしてるんで僕食べなかったんですけどあこれね何かっていうとねこれすっごい後から重要になるから言っとくと千葉大二郎くんね千葉大二郎くん子供生まれたんですよでねそのねちでね今ねコロ,ナコロナだからね,あのねまだ会えてないっつってた子供ともちろん立ち会いとかもできないし会うことすらできてないんだってもうもうね何日か経ってたんだよ いやーすごいよね。いやーだからそういうところでリアリティってめっちゃ重要だと思いますよ、僕ね。これね、へその緒らしいです。ね、へその緒ってこんな感じなんですね。ねで、まあ、へその緒の重要性についてね、後からね、シャピール見ますね。はい、じゃあちょっと作品見ましょうね。えー、あ、これ、まあ、傘、これちょっと誰が置いたのか分かんないんだけどね。あ、そうそうそう。で、これが、そのさっき、三岡さんの,あのツアーですね。その多摩の、うーんと、高級住宅地ね、ホームレスの高級住宅地のツアーですね、の様子。 で多摩アウトセンターってこれもまあこういう感じでちょっとあったりしてでまあ、ステートメントとかもあるしまあ、もちろん作品も売ってますよとでえー、とこれ渡辺しおりさんの作品ですねえっ、ー、とねこ,これはこここれは多摩アートセンターが三岡さんこの真ん中の水が、えー、と渡辺しおりさんでこの竹ですね色の塗られた竹が、えー、藤倉麻子さ,さん、えー、ということになりますねだからこれ3人がえっ、ー、とこうちょっと一緒になってますはい でまあ、水の作品からいきましょう。渡辺詩織さんですね。渡辺詩織さんその水、水を循環させるっていうことをずっとやってる、あまあ、使いながらね、水を使いながらやってる作家ですねで。渡辺さんも何度か紹介したことあると思いますけど、ここで。えと例えば、えーととですね、家彼女はあのアトリエで,です、ね、完全にです、ね、日光を使わない植物を育てたりしてるんですね。 えー、その場合ですね水を循環させるんですけど水をあの常にきれいにしなきゃいけないんだけどそれをバクテリアなんかを用いてですね、えー、ときれいにするっていうシステムを使って、えー、やってるったりするんですねで例えばですねその水が水は、えー、どこから来たものかつまり水がずっとぐるぐる回ってるわけですけどその水がどこから来たかっていうと、えー、まさにぐるぐる水が回っている場所から来てるんです、えー、ある場所のお堀から取ってきた水なんですねこれ以上は言わないですけどもお堀です あのお堀から取ってきた水を回すと。はい。ね、どこかは知らないよ。<laughs> ねえーまあ、そういうなかなかね、来てることをするんですね。えー、で、ところどころにですね、ところどころにね、えー、すごい面白かった展示はね、えー、とあれどこでの,での展示だったか忘れちゃったけど、どっかのビルでの展示だったけど、えー、とその水が循環しているところのところどころにですね、えー、誰かのですね、口のですね、ミンっていうこういうね、にンってこうね笑いわ、笑っているですね、口だけがですね、 えー、iPad でですね、置いてあるんですね。もちろんそれは、えー、皇室の皆様の笑顔と、ねえー。それも女性だけですね。えー、これはまあジェンダーの問題も絡んでいると思いますけれどもね、えー、ジェンダーと皇室、えー、今話題になってますね。えー、皆さん、ご関心あるんでしょうかあの、えー、えー、ねあの、イギリス王室ですね、はい。私はなんかその皇室っていうか、王室にすごい興味があるので。 あのずっと追ってるんですけどね。まあいいですけど。はいはい、まあまあそんな感じ。はいで、これはハスイズム。えー、っと、あれですね。えー、っと、千葉君ですね。で、これはまあヘルメットにあの水ね。水がの跡のようなものがこうくっつけられてるっていうことですね。プラスチックだと思いますけどね。でこれね、もともと水きれいだったらしいですけどね。やっぱり金属の土管みたいなのに入れてるので、だんだんやっぱり水が濁ってくるみたいですね。 でこれ藤倉麻子さんで藤倉子さんはこれはですね 3DCG からですね切り出してきた画像なん画像をプリントしたインクジェットをプリントしたものなんですけれどもえー、っと <laughs> まあこういう物質ですね 3D の中の物質についていろいろ考えている方ですで彼女はなかなかキャリアが面白くてですね東京外国大学のペルシャ語科を卒業された後に芸大のメディア映像を出た作家です。 なのでいろんな技術を持っているわけですけど、そのペルシアの庭とか、お庭とかですね、のことなんか、まあ、非常に人工的な庭を作るわけですね。そんなに肥沃な大地っていうかね、そのなんていうかな木とかがいっぱいあるところじゃないでしょう、砂漠がいっぱいあるところだからね、人工的に水を引いて、そこに非常に、なんていうかな、まああの、作られた人工的な庭を作るということですね。それと 3DCG なんかをかけてるんだと思うんですね。 それから、このまあえと映像には物語があって、裏埼玉っていうね架空の場所で、水の取り合いをするみたいな、そういう話なんかもあったりするんですけどね。まあまあ、そういう 3D の CG の映像です。これトイレですね。トイレ、ここに写真と先ほどの三岡さんの言葉ですよね。春の小川の言葉だと思いますけどね、は。い えっと、水はこれ、あのー、建物全体を循環してますので、こうやってポンプでね、はい、循環させてます。ね。なんか結構水何回か漏れたらしいですけどね、大変ですよね。はい。これも三岡さんですね、だから。ちょっと、これ平仮名なのか、ちょっと読めないですけどね。うん。あ、これちょっとごめんなさい。僕ね、これ誰か分かんなかったんだよね。うん。これなんか固めてあるんですけどね、樹脂でね。 これ誰なんだろうなあうんでもこれ捨てられたものっぽいな藤倉さんはやらないとか多分光岡さんなんでしょうねおそらくはいまあこうポンプで水がありますよーって感じですね あこうやってね、足がついてたりしてね。これは誰が作ったのかなこの辺ちょっと僕分かってないな。でここに足がこう <laughs>、裏側にくっついてんだけどね。はい。これも、まあ、サラさサラこれはもう明らかにサラサラって書いてあるんですよ。あ、これ、エビメダカって読みますね、これね。あ、だからこれ、ところどころ読めるな。あ、でもこれ、だから写真も重要なんだと思うけどね、裏のね。このなんかのストリートダンスの映像ですよね。 これは工事現場ですね。これは何だろうなちょっとわかんないけど。はい。これもまあ、ハッスイズムですね。ハッスイズム、えっ、ー、と、千葉大二郎くんね。<laughs> まあまあ、こういうのがあってってことですね。えー、っとね、そろそろ、具体的な話をしますかえー、っとね、藤倉朝子、あ、ごめんなさい。これ藤倉さんのですね、映像です。これが、こういう映像なんですよ。藤倉さんね。 3D の映像なんですけどこういう映像なんですねはい <laughs> まあこれがねふーとか浮いていたりするんだよねね、うん、こいつ動いてるでしょこいつ植物みたいなやつ <laughs> うんまあまあそういうこれは砂漠ですけど他のあのシーンもいっぱいあります <laughs> はいこれはねあのえっと あ渡辺さんなんですけどね、はい、まあまあこれがあのカニをこう揚げてましたね素揚げしてましたでこれもね、えー、さっきね、はい、これあのさっき僕がね、えー、買った、えー、ニコン FM10 っていうねフィルムカメラで撮ったやつねこれはねちょっと取り込むときにね埃がちょっと入っちゃったんですけどまあまあもうちょっと綺麗にやればともうちょっと綺麗に取り込めるんだけどはいこれ森山太一くんですねでこれねあこれえー、これ鈴木さんですねユーカリオ、ね、これ鈴木さんなんかすごいよく撮れたんですよね これね、マスクしてるけど、渡辺しおりさん。で、これもう一人ね、ユーカリのスタッフの、えー、小島さんですね。はい。これよ、吉田山。あ、これ違う。はい。まあ、そんな感じかな。あ、これ、千葉君ですね。あ、この話からいきましょうか、千葉君。はい。えー、じゃあ、この話からいきますね。千葉君ね、あの、千葉君、これね、えー、こうやってね、いっぱいね、 これ何かというと全部イヤホンなんですよでこのイヤホンがですねえっ、ー、とですねで音を聞くことができるんですねで音聞くんですよでこれなんかズンズンズンみたいなすごいねこれ何の音なんだろうと思うんだけどこれ何の音かっていうと、えー、千葉君があ子供が生まれたわけですね息子が生まれたわけですけどそのですねへその緒の音っていうふうに言ってたへそのの音っていうのかのへその音の音ってどうやって取るのか知らないけどでもあの血液の音でしたほとんどねえっ、ー、と だだと思うんだけどね僕で、えー、その男を聞くんですねで聞いてるとですねおもむろにですねおもむろにですね千葉君がねいきなりねこう挟み出すのでえっと思うわけ「いやいやちょっとやめな何?な」みたいな感じで言ったら「いやいやちょっと聞いててよ」とか言われてでいきなりね「行くよ」っつってバシッって切るの <laughs> で「はいはいはいこれで生まれたから」みたいな <laughs> つまりその 生まれるっていうことをもう一度経験させるっていうことをその音だけでけあのやるので、ね、これねなんかねものすごい嫌な気持ちになるのよものすごく嫌な気持ちになるであのー、まあでもなんかすごかったねうん何だろうね人の音聞いてるだけなんだけどすっごい嫌だったでそもそもイヤホン切られるっていうこと自体がすっごい嫌なんだけど なんかねまあこういうことかっていうかねあの,その別れるっていうかね人と別れるっていうこと人っていうかねその母体と別れるっていうことはねこういうことなのかなっていうのはねなんかものすごい嫌な感じでねあの体験させられましたね面白かったですねえー、っとまあそういうことなんですねでえー、っとまあこれね新エヴァンゲリオンのネタバレにはならないから大丈夫だと思うのねただあさだえー、っといえば漫画版とかではもうそういうネタ,あのネタだったからもう僕 か別にネタバレにならないからある程度言っちゃいますけどね。あの深夜番組でもめちゃくちゃ良かったのでみんでみんな見た方がいいですよ本当に。に、えー。なんですけどその要するにねまあまあ,あのメタフォリカルに言えばあのやっぱりその用水っていうね用水あのお,お母さんのおなかの中の絵、えー、の怪奇願望みたいなものがね、えー、まあ常に。 あるわけね水の中に帰りたいっていうで水の中に帰ればその全員がねその中にいればあの一体じゃないかっていうことですよだから LCL っていう液体のことですよね要するに、えー、一体じゃないかとでそれが全員そこに入ればいいんだ全員一体になればいいじゃないかっていうことなんだよねでもそこから分かれるしかないんで,でどっちを選択するかっていう問題ですよ全員が LCL に溶けるっていう、えー、と未来を描くのかつまりは一つの意識 に統合されるっていうねそれはあのレイカーツ・ワイルあの未,来学未来学者的なね2050、えー20えー、20年問題2045年問題でしたっけあ,のあれですね、えー、だけど、えっと、と同じですよね、えー、一つの意識が覚醒して、えー、みんな統合されるんだみたいなね、えー、そういう方向を夢見るのか、えー、それでもやっぱりその身体っていうね、えー、母親とは別個の身体を 持ったままで我々はあの分かり合えないけれども分かることを分かり合うことを欲望して生きるのかっていうね、えー、まあまあそういうねえっ、ー、と別の未来を想像するみたいなね、えー、というところと、まあ、あのくしくもこの作品はつながったっていうかねあるいはこの展示、ね、の全体がつながったっていうねところはあるのかなっていうふうに思いますね。はい、これねこれが藤倉さんなんでちょっとあんまりうまく写真撮れなかった僕。 うん、だからこれこれね、でも僕、やっぱ面白いなと思うけど、藤倉さんで、ね、初めてあったんですね。だから、多分うまく写真撮れなかったんであまだな。うん、まあ、そういう感じかな。はい。で、ちょっとじゃあ、メモを見ますね。うーんとね、藤倉さんの話は後からまたしますね。えー、っとね、じゃあね、まずね、ちょっとね、千葉君の話を軽くしましょうか。千葉君、ハッスイズム。 あーでも千葉君の作品はまああれなんだけどまあまあこれ見ようかえー、っとですね千葉君うん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 あーでもね結構面白いそういえば言ってたごめんなさい人間はワイヤレスなんだっていうわけわかんないこと言ってたワイヤレスじゃあ当たり前だろうと思うんだけどねでもよく考えたらそうだよね あのうんそうよね w i f i 状態だよねいや何て言えばいいのかな難しいけどなでもなんか面白いなんか発想面白いね常にワイヤレスですよ人間はだからまあそれはあ,のあれですよねあのへその緒のことをもう言ってるんだけどもちろんそのネットワークっていう意味でもありますよねあるいは人間同士っていう意味もありますよね人間同士って常にワイヤレスじゃん うん。っていうことを言ってるんだろうね。うん。はいはいはい。と、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、もう一つ、じゃあ、吉田山の話をして終わりましょうか。その全体のコンセプトの話ですね。あじゃあ、フラッシュの、えっ、ー、と、このページを出してね、話すと、<laughs> えっとね、あのね、ノアの箱舟を引用したりしてましたね、吉田山君。えっ、ー、とですね、 えー、創世紀第8章13ですね農家ノアが601歳の1月1日に水が乾き始め2月27日に全ての水が乾いたとでまあその後ですねいろんな、まあまあ、あの船から降りてきてえー、とまあ増えていくわけですね動物と人間が増えていくっていう話になるわけですよね。 うん、まあそういう話を引用したりしてましたね。あでね、すごく面白かったのはね、えー、すぐね、ユーカリオのすぐ目の前っていうかね、すぐ通りを渡ってすぐのところに、渡り海美術館がありまして、そこでですね、あヤンフーとか1980年代に企画した水の波紋展っていうのをやってるんですね。あの、あと、もう一度やってる展示みたいな感じで、ね、をやってるんですよね。で、そういうのにも影響を受けてるんだっていうようなことでしたね。で、 えー、三岡さんがですねもう一つね、三岡浩一さんが、えー、ブロックハウスっていう、ですね、えー、あれはもう本当に原宿ですね、えー、の会場で、えー、展示をしていたときに、あのブロックハウスってね、展示がまあ上にもあるんだけど、地下1階があって、そこなね、なんか変な穴が開いてるのは僕知ってたんだけど、あのね、そこね、あのね湧き水が出てるんだって、地下から。湧き水。だから井戸だよね、井戸みたいなもんだよね。 でそこを制御するために貯水槽があるらしいです。だからそれ、あの勝手に湧いてるから、多分止めることできないんでしょうね。止めたりとか流したりとだから流してないんだろうね。だから川に流れてないものなんだろうと思うんだよね。だから貯水槽があるんだって。でね、そこがね、なんかね、すごいね、あの濁った色のね、水らしいんですよ。で、実はもともとその渋谷っていう名前は、 渋い色の水が流れてきたから渋谷渋渋い色がの水が流れてくる谷っていう、えー、由来もあるんじゃないかと言われてるらしいです。ねえーまあ、そんなところもつながっているというような話だったということですね。はい、えっとあのね一個一個の作品すごく面白かったですよ。ただねこれねキュレーションとしてはどうかなとは思ったね、あのー、まとまりには欠けるわなっていう感じはしました。 あの面白いと思うんですよただそのフラッシュっていうのはほとんどですねトイレを流すっていうあの時のフラッシュボタンってやつですねにしかほとんど使わない単語だと思うんですよね僕そ,その他使う僕ちょっと知らないんですけどあのー、まあそういう言葉ですよねあのー、そういう,うえー、っとところとの連関とかですねまあ広がりはあるんです広がりは 広がりはあるんですがどこかでちょっと収束させてほしかったなっていう感じはありますねあの円環構造でつなぐのであれば円岸構造で繋いでくれればいいんですけどちょっとね分かりづらすぎるんじゃないかなと思ったあーだからもうちょっとねあのそのやっぱりあの何て言うかなその 企画展の場合はまあ僕も僕もねその勉強になりましただから今回はあのやっぱりあのバラバラの作家を集めるときはお互いに知らないようなね作家を集めるときにはやっぱりかなり強いキュレーションキュレーターのがあの権力振るった方がいいしえっともしそのもっと密なね知り合い同士ならまあキュレーターは別にほっといてもいいんだよねだからキュレーターはアーティストをほっといて好きにやらせればいいんだけどねだからその辺のそのこう 噛みみ合いみたいたなのがねちょっとこうあの一緒の場所で展示したりはしてるんだけど独立しちゃっててあのこううまいこう化学反応起きてないっていう感じはちょっとしましたねまああのそんな感じですけどでもあの面白かったですよいろんな作家を見れてねよかったですねまあ吉田君はまたねいろいろ展示していくと思うんでね、えー、これからも楽しみにしていますしえー、っとその他ねあのえー、っと全部で何人の作家だったんですかねえー、っと 渡辺しお織さん、千葉大二郎君え、藤倉麻子さん、三岡浩一君という4人ですね、えー、の展示だったということですね。はい、あの大変、あのー、刺激を受けましたあの。ありがとうございました。面白かったです。またね、あの皆さんの展示見に行きたいと思います。えー、ということで,ですね、えー、フラッシュ、水に流せば、ユーカリオでの展示でした。えー、ということでね、皆さんね、えー、ぜひ、えーっと、いいねボタン及び、えー、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。